はい、はい、ブラザーズ昨日見たんですよ、かっこよかったですよ。中井くんのご機嫌が治ったところでカメラテスト2回目。おい、何だいって思うんだお前は。何やこれ。翼くんの手元がおかしい。駐車違反？あんたがお兄さんか。何これ。待て。適応です。何これ。なんで中勤で手錠かけられるんだよ。ちょっと台本を変えすぎてしまった岡村さん。中勤なかったでしょ。さっき中勤なかったでしょ。さっきなかったね。そんな怒ってるんですか。さっき中勤なかったでしょ。やっちゃった。お前もお前これ嫌がれよ。いや楽しいから。え、楽しいんですよ。楽しい。ありがとう。こんな感じで。今のやったら僕も入ってますけど。どうですか最後これ。これちょっと最後終わりはドタバタで、これが最後になったんですけど、ちょっとドタバタになっちゃいましたけど。岡村さん、岡村さん、はい、あ、2人でどうぞ。やってみましょうか。そうそうそう、おかしくない。おかしくないで。監督に詰め寄る中井くん。監督さんやからそんな言い方しちゃあかんやろ。監督さんやから、ね、監督さんやから偉い人やから。その頃時間も何やか牛蜜時っていうとこや。何しろじゃないか。いよいよ最後のカメラテスト。はい、何も持つのと言われた岡村さんは来たの。岡村バカの翼くんを巻き込み始めた。すずめさん。あ、どうも。あんたは何だ。すげえ。すずめさん。加藤ちゃん、加藤ちゃん。こんなの方に。加藤ちゃん。あ、中井さん、中井さん。ついに我慢できなくなった中井くんは。中井さん、来ました。中井さん、ありませんよ。暴力ありません、暴力。暴力ありませんよ。何ですか。あ、岡村さんが放送ギリギリの顔に。岡村さんがオンエア耐えれません。監督のカットの声がかからない限りはカメラテスト中である。こんなシーンないでしょう。あ、岡村さん、なんで自転車持ってきた。はい、何も持つなって言ったろ。持ってません、乗りました。無事落ちたところで、ありがとう。しかしここはさすがに後輩の翼くんに対しても中井くんは注意をし始めた。お前は容疑者なんだから、容疑者、うん、な、はい、警察がな、厳しい指導にビビる翼くん。分かります。容疑者なわけだよ。言ってることは分かります。なんで後輩にねそんななんかきついこと言うんですか。かわいそうでしょ。ジュニアに対してね、それは良くないと思う。ほんまですよ。それは過度ですわ。トラッキングでやっぱりみんな緊張してるんですから。監督さん、ちょっと長かったですね。今の岡村さんはやっぱりダメだと思うわ。実はだんだん感じつかめてきたと思う。やめてください。監督さんみたいな。監督さんみたいな。現場の空気悪なるやろ。空気読めよ、お前。超ナイスガイ澤田監督のおかげで現場の空気はもう最高。しかしやはり主役の気分が悪くてはいいドラマは撮れない。そこで悩んだ挙句、監督は中井くんの要望を全面的にのみ、岡村さんのふざけたメイクも髪型も全て普通に戻すことにした。役作りに没頭してるってことだな。そうですね。はい、そうです。やはり署内で帽子をかぶるのはドラマとして許されない。ここは中井くんが責任を持って断髪式を行う。断髪するものは俺だと、俺であるべきだと思ったわけだな。切ってください。本当になくなるんですね。岡村さんがずっと愛してきたちょっぽり前髪が岡村
中井くんもこれで満足である。なくなってしまいました。岡村さん、これは記念に持って帰りたいですよね。が、ここで岡村さんの顔が変わった。超新人俳優とはいえ、本番はプロとしての演技を見せるのか。でも、すぐ本番。中井くんと最後の打ち合わせも終わり、本番スタート。月9出演の超新人俳優岡村さんの顔が変わった。やはり本番はプロとしての演技を見せるのか。でも、すぐ本番ですよ。中井くんと最後の打ち合わせも終わり、本番スタート。はい。ユウ、見たこともない表情を見せる岡村さん。中井くんも翼くんも完全にプロの顔になっている。ユウ、その間に入った岡村さんのこの演技、本編も急展開のブラザーズ。この続きはあさって夜9時、みんなフジテレビに釘付けだ。